ねえ、みんな、すごい！決まったぞ、次のフェスの日。あと、フェスの内容、決まりました。多分、もうみんな Twitter とか、もう YouTube でいろいろ知ってるかもしれないけど、俺の動画でも聞いてください。今回、スプラトゥーンと、ポケットモンスターのコラボフェスが開催されるということで、日にちも決まりました！ 11 月12日の土曜日の9時から、14日の月曜日の9時まで、やったーやったーやったよ。俺さ、ポケモンもさ、好きなんだよ、実は。動画とかにはしてないけど、ちっちゃい頃からポケモン、ブルー版、本当にゲーム、なんだっけ、ゲームリーダーだっけ、なんだっけ。あ、じゃあ、ゲームボーイカラーだ。ゲームボーイカラーで始めたのが最初で、で、そこからポケモン、ポケットモンスターでゲームをね、ピカチュウ版とかやってきてて、で、思い入れのあるゲーム。まあ、僕の生まれた年がポケモンができた年なので、すごいね、親近感もあるゲームでして、で、これね、コラボフェスがスプラトゥーン、しかも最近やってるスプラトゥーンでさ、コラボしてさ、テンション上がんないことないよね。ごめんね、いきなりうるさくて。で、今回、ポケットモンスターのコラボ内容というのは、パートナーに選ぶならどのタイプっていうのがありまして、確かね、ポケモンの11月18日に発売される。だからフェス近いね。そう、ポケットモンスタースカーレットとバイオレットっていう新しいポケモンが発売されるんですけど、そのタイプどれ選びますかっていうフェスみたいです。で、草タイプ、炎タイプ、水タイプとあるんですけど、どうしようかな。まだね、僕の方は決めてないんですけど、フェスが開催されるということなので、ついでにね、コラボフェスの T シャツが発売決定されるみたいです。これも画像載せておきます。まあ、抽選販売で応募が受付開始ということで、俺ね、欲しいんよ。これ。欲しいんだよ。140センチ SML サイズの4サイズか。俺は L かな。一番でかいサイズ。買いてーこれ。普通に欲しいんだけど、てかもう開催される時点でありがたいんですけどね。みんなは、もう、どれ選ぶか決めましたか？おいおいとまた動画でやっていきたいと思います。はい、ということで、解散日時日程は、11月12日の土曜日の9時からと、14日月曜日の午前9時までの、また48時間やるので、はい、頑張ろうみんな。これマジで嬉しい。本当に嬉しい。ありがとう、任天堂さん。本当にありがとう。ということで、ごめんなさい、興奮してしまいましたが、終わりたいと思います。ありがとうございました。みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。